聖デイビッド大聖堂は、ウェールズの最西端のカウンティー、ペンブルックシャーのセント、デイビッツにある、ウェールズ聖公会の聖堂である。聖歴589年に死去したメネビアの修道院長、聖デイビッドにより、530年頃、当初の修道院が創設された。この地は、バリスロジーナとも称された。645年から1 9 7年にかけて、 その一体はバイキングらの侵略者に何度も攻撃されたが、アルフレッド王がウェセックス王国の知的生活の再構築にせんとデイビッツの修道院からの援助を要請したように、その地は宗教的かつ知的な中心地として注目されていた。999年の死去モレゲナウや1080年の死去アブラハムなど聖職者の多くが侵略者や略奪者により殺害された。 1891年に発見されたアブラハムストーンとして知られる1080年に殺されたアブラハムの孔らの墓に捧げた石には初期ケルトのシンボルが複雑に刻まれており現在は門等であるポルスアトゥルの大聖堂の天神の中に常設展示されている1081年征服王ウィリアムは記念のためにセントデイビッツを訪れそこが神聖かつ敬けな場所と認めた 1089年、デイビッドの指導が破壊され、その貴金属が剥奪された。1090年には、ウェールズの学者、フリギ・ハルクが、デイビッドの生涯を、ラテン語で記し、デイビッドの神聖さを際立たせたことで、彼は、初期のほとんど数形成人的な地位を得た。1115年、ノルマン朝の支配する地域において、イングランド王ヘンリー一世は、セント・デイビッド主教として、 ノルマン人主教ベルナルドを任命した。彼は初めに修道院内の活動を改善し、そして新しい外聖堂の建設に着手した。1123年、教皇カリストス2世は、セント・デービッツに教皇の特権を授け、教皇はそこを西洋の巡礼の中心として、セント・デービッツの2度の巡礼は、ローマへの一度の巡礼と等しく、三度の巡礼は、 エルサレムへの一度と同等であると布告した。新しい大聖堂は直ちに建設され、それは1131年に、主教ベルナルドにより奉建された。1171年と1172年の、イングランド王ヘンリー2世紀の訪問において、デイビッドの崇拝者は増加し、より大きな大聖堂の必要性が見られた。現在の大聖堂は、主教、ピーター・ドレイアのもと、 1181年に着工され、おそらく補佐役のジェラルド・オブ・ウェールズと共同で、間もなく完成した。その初期の段階に、新しい建造物及びその一帯を襲った、問題としては、1220年の新しい塔の崩壊や、1247年、内視1248年の地震による被害がある。その後、1275年に、 聖デイビッドの指導が混流されている。大聖堂構内の概要図が濃い壁内の大聖堂、主教宮殿。ポルス・アトゥル1899年セントデイビッツ、主教宮殿の中庭と、当面14世紀中頃、主教ヘンリー・ガウアーの下で大聖堂は、内人障壁を持つ新郎や、クワイアなどのほか、さらに大規模な改装が施され、また、主教宮殿が、 バウアーの監督性の普遍的記念物として、計画、構築された。1365年、主教アダム・ホートンとそれにジョン・オブ・ゴーンとは、セント・メアリーズ・カレッジと礼拝堂の構築した。彼は後に大聖堂に、それを接続する回廊の追加にも着手した。16世紀、主教エドワード・ボーンの時には、線形ボールとを用いた生産民一体礼拝堂の建造が見られた。また、 この時代には屋上及び多くの天井が1530から1540年にかけて構築され、振動の大きな進展が見られる。プロテスタントとしての主教ウィリアム・バーローは歴代の主教とは異なり、デイビッドに追随することへの抑制を図り、聖デイビッドの指導から宝飾を剥奪し、1538年には迷信を打ち消すために聖デイビッド及び、 同時代の聖ユスティニアンの遺物を取り除いた。1540年には、リッチモンドの伯爵でヘンリー7世の父である、エドマンド・チューダーの亡きムクロが、カーマーゼンの解散した、グレイ・フライヤー召集動員の墓から運ばれ、祭壇のある内人の手前に安置されている。オリバー・クロムウェルのもとでのイングランド共和国の、設立は、多くの大聖堂や教会、特に、セント・デービッツにも、 大きな影響をもたらした。1648年、大聖堂はほとんど議会の舞台により破壊され、主教の宮殿の屋根からは、鉛が剥ぎ取られた。聖誕の正門より、後方の袖狼南の張り出し玄関より、中央島、南を黒う南を黒うと、中央島18世紀末、ウェールズの建築家、ジョン・ナッシュは、西側正面を復元し、200年前の破損を、 修復するよう依頼された。1793年に改築されたその様式は、ゴシック調であり、その後、日正面の狭間飾りに再利用するため、セントメアリーズカレッジの礼拝堂の窓の一部を壊したことが明らかになるなど、彼の仕事はすぐに低水準であることが判明した。半世紀のうちに、ナッシュの日正面は崩れるようになり、 1862年から1877年にかけて建物全体がジョージ・ギルバート・スコットにより修復された。1901年には聖母礼拝堂が息子のジョン・オルドリッド・スコットのもと一般の寄付により修復され、東の礼拝堂は1900年から1910年にかけてメイドストーン伯爵夫人の遺産により復元された。大聖堂は ウェールズにあるすべての教会と同様、1923年の国教会制廃止の板手を受けた。セント・デイビッズ教区は、新しくスボンジー・ブレコン教区を構成するため、ブレコン大室塾を撤廃することでより、小規模になった。また一方、この地の治める教区の広域を残して、セント・デイビッズは、教区の中心地として衰退し始め、その中心からかけ離れていった。 16世紀以来、主教の居住は、カーマーゼンにあったが、現在、本部や中心は大聖堂から教区で最大の町に移っている。1950年代に、市カール・ウィットン・デイビスが大聖堂の主任司祭に任命された。30歳代で任命された彼の推進的な構想や行動力は、オックスフォード大出事の承認を思わせるような、 いくつかの提言を示したものの束の間に終わった。しかし、教会に残る彼の人気によりその地位を知りかなかった。大聖堂が再び活力を持ち始めると、セント、デイビッツへの有名なウェールズ青年巡礼が、教会の礼拝生活へと多くのものを導き、ウェールズの教会に良き聖職者を10年間提供した。1960年代、大聖堂教区の利用及び美術展や、 死の朗読会の場として使用するための大聖堂の会館として、セントメアリーズカレッジの修復が見られた。それは1966年に、司教エドウィン・モリスによって検定され、その第一回記念行事は、バンゴール教区の司教代理を務めた有名な詩人、R.S. トーマスによる死の朗読であった。1980年代には大聖堂の歴史的、公式行事が数多く行われた。 1981年、ウェールズーチャールズが大聖堂の封建800周年の式典に出席した。また、1982年の戦速木曜日、女王エリザベス2世が大聖堂において王室専属式の効果を分配した。これは、その式典が初めてイングランドの外で取り行われたものであった。1989から1990年には、 聖デイビッドボツ5400周年が、ウェールズ大主教でセント・デイビッツ教区の主教でもあった、ジョージ・ノークスの主催により行われた。その後、イギリス政府はセント・デイビッツに、シティの称号の復帰を決定し、1995年6月1日、女王エリザベス2世により正式に授けられた。1994年、主任主催に任命されたウィン・エバンスの前には、 多くの課題が累積していた。新しいオルガンがどうしても必要であり、そして西側正面は大規模な修復が求められた。その時期、大聖堂では、小島内にビジターセンターを設けて、その将来性に投資することや、金を8口から10口に増やして、金の音を大きくすること、また、大聖堂の回廊の再建内視保管により、大聖堂聖火隊や教区委員会の建物、 教育室、教区用の部屋、それに初期の修道院を早期させるような食堂なども、市案された。最初の事業は、西側正面の修復であり、1998から2001年に、なされ、それには、当初の採石場として再開された、ケアバーディーワンの一種が使用された。オルガンは、ハリソンハリソンにより、再建される時期に間に合う、よう、 1998年9月に解体が完了した。2000年に完成したオルガンは、同年10月15日に奉納された。大聖堂から見た、ポルスアートル回収された回廊及び、食堂大聖堂の平面図1899年1年の金は二口が、ロンドンのホワイトチャペル、ベルファウンドリーにより鋳造され、2001年3月1日。 アメリカンフレンズ・オブ・ストリート・ダービッツ・カテドラルからの新物として奉納された。十口の金の残る八口の金は1928年にロンドンのミアーズ・ステーニャ・バンクで鋳造されたものである。金は1730年より大聖堂の中央塔にかけられておらず、1931年から古来のゲートハウスであるポルス・アトゥルにつながる13世紀の首労にある。 回廊を教育センターや食堂として再構築する大作業は2003年に始まり、2007年5月に完成した。2009年、ウィン・エヴァンスが主任司祭から司教へと移り、追って、ジョナサン・リームが主任司祭に任命された。2012年、聖デービッドの日である3月1日に復元された聖デービッドの指導の除幕式及び再奉納が、 主教委員エヴァンスにより行われ、5日間の祝祭が開催された。大聖堂の新郎。12世紀のアーケード、14世紀の内人障壁、16世紀の天井、20世紀のオルガンなどの東方向の景観大聖堂の西正面は塞がれており、大聖堂の入り口は南側の西端にある。新郎に入場するこの張り出し玄関は14世紀。 主教ヘンリーがウアーの時代に追加されている。肩に鳩を乗せた聖デビット像振動の通路のアーケードはノルマン様式のロマネスク建築である上部半円形のアーチがある。一方、その上部のトリフォリウムには細く尖った初期のイギリス語シック建築のアーチが見られることからノルマン以降様式に位置づけられる。振動の上には緻密な彫刻が施された16。 世紀の木製の天井がある。また、東の壁側には彫刻で装飾された14世紀からの内陣障壁があり、新郎の橋を形成している。その障壁内市プルピトゥムの南側付近には、当時の司教ヘンリー・ガウアー自身による壊れた墓がある。袖郎の中央東下に位置するクワイア・クワイア城の線形ボールとをに切った。 天井装飾十字型のクロッシングの中央塔の真下にあたる現在のクワイヤは15世紀末から16世紀初頭のうちに構築されたものでオルガン工法に聖火体積を備える天井の装飾などは19世紀のジョージ・ギルバート・スコットの修復によるかつてクワイヤの障壁に設置された1883年のオルガンは1953年に改修 拡張されていた。2000年にハリソンハリソンにより完成した新しいオルガンは当初のオルガンのパイプの構成から着想を得て再設計、拡大されたものである。南東の一角にある14世紀の主教座は16世紀初頭にこの位置に移された。特別な儀式を取り行うこの椅子は主教の象徴であり大聖堂の故障に通じる。 復元された聖デイビッド指導内人の装飾された天井16世紀、主教エドワード・ボーンのもとに構築された内人は、クロッシングにあるクワイアの東に隣接してある。天礼な装飾が見られる天井は、19世紀の修復において、ハリブ材が付加されている。また、内人の交際団の後方にある黄金色のモザイクも、19世紀に加えられており、それらは、 ガラスやモザイクを専門とするベネツィアのサルビアティによるものである。クワイアと内人との間にはエドマンド・チューダーの墓が配置され、また、向かいの内人の一角に聖デイビッドの指導がある。かつて聖デイビッド及び同時代の聖人である聖ユスティニアンの遺物を保管していたと言われる指導は当初の位置にあり、復元された壁面の3つのアーチ内には中央に聖デイビッド、 左に聖パトリック、右に聖アンドリューの像がそれぞれ描かれている。トマス・ベケット礼拝堂の聖デイビットのステンドグラス内陣の東には主教坊による線形ボールとのある聖三味一体礼拝堂が隣接し、その祭壇及び祭壇上の装飾は中世の断片により復元されたものである。また、ここに見られる多くの小箱には、 聖デイビッドと聖エスティニアンの遺骨が収められていると長らく信じられていた。北横廊付近にある聖トマス・ベケットの礼拝堂には聖デイビッドを描いたステンドグラスがある。南横廊にはカラスに食べ物を与えられたエリアの17世紀のクレタ島の遺コがある。大聖堂の東端の南側にはアカステージャ聖ドワードの礼拝堂がある。ここに安置された墓は 宗教ジェンキンソンの孫娘である、メードストーン伯爵夫人のものである。ここからすぐ、1901年に修復された、聖母礼拝堂に通じている。各週7日のうち5日ある賛美礼拝とともに、毎日少なくとも3度の礼拝に説教もしくは、映像がある。セント、デイビッズにおける、大聖堂の聖火隊は、少年や男性ではなく、少女を、 主聖火隊に起用したイギリス連合王国でも例のない大聖堂聖火隊であった。多くはこれをソールズベリー大聖堂に起因するとも捉えられるが、ソールズベリーでは少年と少女を同様に採用するのに対して、セント・デイビッツでは少女が大聖堂の聖火隊員の出隊になっている。少年の聖火隊もあり、毎週の夕べの歌は大聖堂の週のうちの主要な行事である。 聖デイビッド大聖堂祭が毎年、聖霊降臨祭の学校の休暇を通して開催され、いくつかの世界最高水準の演奏を披露している。その週にはプロフェッショナル及び若手の演奏者が何千人もの人の前に出演する。大聖堂聖歌隊は、最終の夜に演奏される一流の合唱や、オーケストラの祭典と同じく、毎年ハイライトの一つとして、 非常に人気の高い演奏会を行っている。セント・デイビッズのアラン川の渓流13世紀、ジェラルド・オブ・ウェールズは、セント・デイビッズのアラン川の渓流を越えて教会から続く、ある大理石の歩道橋の不思議な話を伝えている。その大理石は、レキラフォアと呼ばれ、それはかつて死体が埋葬のためにその橋を渡って墓地に、運ばれる時に話をしたことによる。 話に力を尽くした結果、長さ10フィート、幅6フィート、厚さ1フートの大きさであったにもかかわらず、壊れてしまった。この橋は、その歳月とそこを渡り歩くいくたの人により、平たく摩耗していたが、その名信は、非常に深く、もうその上を越えて死体が運ばれることはなかった。この古い橋は16世紀に架け替えられ、現在の所在は知られていない。 もう一つの伝説は、マーリンが赤い手の男により負傷したイングランド王で、アイルランド征服者のレキラフォア上での死を予言したというものである。王ヘンリー二世は、アイルランドから立ち寄ったセントデイビッツへの巡礼の際、その予言を聞くと、何ら悪い影響もなくレキラフォアを渡った。王は、マーリンが嘘つきであったと交互したが、近くにいた者は、王はアイルランドを征服することはなく、って、 予言の王ではなかったと答えた。これは本当のこととなり、ヘンリーは決してアイルランド全体を征服することはなかった。ありがとうございます。